真理は確実な根拠によって本当であると認められたこと、ありのまま誤りなく認識されたことのあり方、真実とも、西欧哲学において、心理論は論理学や認識論において、とりわけ主題化される。真理は現実や事実と異なり、妨害、障害としての虚偽、誤謬を対義語としており、表さ、明らかさ、隠れなさに重点がある。 そのものありのままであり、あらわであり、その本質が覆われていないという意義に関しては、哲学的には本質主義や同一性とも関わりが深い。心理論の歴史は古代ギリシアに始まる。人間を尺度とする相対的なものの見方に反論する形で永遠性、普遍性を有する心理の概念が生まれた。このような絶対性を内実とする心理概念は、 独断主義を生み、これに対する防衛、反抗が会議主義を生んだ。そのどちらにも陥らず、確実な知識の基礎付けを求めて、近代の認識論が始まり、その後、真理の担い手がしい関連、判断、命題、事物等のいずれであるかについて議論がなされてきた。現代論理学では、真理の担い手は命題であるとされ、真と偽を合わせて、真理一致という、 論理学で P は丸か丸でないかのいずれかであるという形をした分は丸の内容に関係なく正しいので、これは形式的真理と呼ばれ C と C 自身の一致と定義される。このような形式的な行相についてではなく質量について真理が語られるときは実体的真理という判断について真理が語られるときを認識論的真理といい 存在について真理が語られるときを存在論的真理という。現代の真理概念は様々な形で修正を受け、相対的な傾向を強めている。論証する、つまり言語による表現であることが真理に不可欠であり、哲学的にはロゴスとも関わりが深い。東洋には不言真理という概念もある。人間を自由にするものとしての真理が説かれることもある。 キリスト教では、真理は、あなたたちを自由にすると説かれている。仏教では、人間を、苦しみから解放する真理を表す、法が説かれる。真理とは何か、についての研究を真理論という、いかに代表的な説を挙げる。真理の対応説、シーと事物が、一致ないし対応していることが真理であるとする。アリストテレス、トマスアクイナス。 イマヌエル・カント、カール・マルクス、バート・ランド・ラッセル、ゼンキ・ルート・ビヒ・ウィトゲンシュタイン、アルフレッド・タルスキ、カール・ポッパー心理の整合説、他の命題と整合的な認識が心理であるとする。合理的で演繹的な心理観。中期プラトン、ライプニッツ、スピノザ、ヘーゲル心理の名称説、意識に対して、名称的に現れるものを心理と見る。ルネ・デカルト、 エトムントフッサール真理の実用説、生にとって有効、実用的な認識を真理であるとする。フリードリヒ・ニーチェ、ウィリアム・ジェームズ真理の合意説、合意された認識を真理であるとする。チャールズ・サンダース・パース、ユルゲン・ハーバーマス真理の定義不可能説、命題 P は、命題、命題 P はまであると同値であるから、真理の概念は、定義不可能であるという立場。 フレーゲ心理の余剰説、明大 P は、明大明大 P はまであると同値であるから、心理の概念は、無用な余剰であるとする。フランク・ラム税規約主義、心理はその言語体系における規約に依存するという、立場。アンリポ・アンカレ、デュエム、オットーのイラーとプロタゴラス人間は、万物の尺度である、相対主義心理の歴史は古代にリシアに遡る。プロタゴラスは、 真理と題する書物の中で人間は万物の尺度であるとし、ある人には風は暖かく感じられ、別の人には冷たく感じられるので、風そのものは暖かいのか、それとも冷たいのかという問いには答えがないと述べたと伝えられている。簡単に言えば判断基準は自分自身という人間である。万物の尺度を科学的で客観性をとる原理や観測ではなく、 自分という人間の主観が物差しとなる感想や意見が万物の尺度の一つであり、絶対的判断基準はなくそれぞれの人間の思いとし、人間には絶対的な共通の認識はないとする。このようにして、まず、真理の相対性が主張された。プラトン永遠、普遍の心理プラトンプラトンは、対話編、手相手とすにおいて、登場人物に、 プロタゴラスの真理の相対性の主張を批判させている。本対話編では、知識とは何かという認識論な問いに対し、知識とは常に存在し、疑いなきものであるとの対話者間の共通の前提から、手相テトスはまず知識とは知覚であると主張する。これに対して、ソクラテスは、知覚は人それぞれによって異なるものであるとした上で、人間は、 万物の尺度であると主張して、相対主義を唱えたプロタゴラスを引き合いに出し、彼が自らの思いが真であると固執すれば、自らの思いが偽であると認めざるを得なくなると述べる。プラトンの真理の相対性に対する反論は自己矛盾というものであるが、引き続き、彼はパイドンにおいてパルメニデスの不生不滅の考えとヘラクレートスの万物ルテの考えを調和させようとの見地から、 この現実の世界は、過少の生成ルテンする世界であって永遠に存在するものは何もないが、イデアの世界は、魔術在であるとして、世界を二元的に理解し、イデアの世界における真理の絶対性を主張する。そこで前提とされている、永遠不滅の真理は、死すべき運命にある過少の現実の世界に住む、ものどもに対し、それを超越したイデアの世界における、 永遠不滅の魂の存在を証明するためのものであった。プラトンは引き続き対話編国家において過少の現象界における真理について言及する。彼にとって真理とは永遠かつ普遍的なものでなければならないが、それは実定であるイデアの世界にしかないものであり、この現実の世界は過少の生成ルテンする世界であって永遠に存在するものは何もない。 弁論術による対話において、まず仮説を立て、これから演疫される諸々の帰決が相互に整合していれば、それは現象界における真理と認めてもよいが、対話によって、その整合性が破られれば、その仮説は廃棄されなければならない。プラトンの著作が対話編という形をとり、その結末がアポリアを提示する形で終わっているのは、このようなプラトンの思想を反映したものである。 このように、プラトンは、真理は、永遠不変なものとしつつも、それを、イデアの世界に限定したため、歌唱の現象界における真理は、明大観調和を基準とする整合説を主張するに、とどまった。彼が創始したアカデミアでは、弁論術による対話を繰り返し、真理に近づこうと努力したが、皮肉なことに会議主義的なアカデミア派を生み出すことになる。後世に、 このアカデミア派と対立したのが、プラトンの思想を新たな形で復活させたアウグスティノスだった。アリストテレス対応説、アリストテレスアリストテレスは、プラトンと同じく真理を永遠不変なものとしながらも、プラトンが、イデアが、古物から離れて実在するとしたことを否定して、批判的に承継し、真理を認識する体系的構造を整備し、後に、 真理の対応説と呼ばれる心理論を展開し、構成に大きな影響力を持った。まず、彼は学問体系の整備をはじめ、論理学は確実な知識を手に入れるという目的のための道具であるとする。論理学においては、P は丸か丸でないかのいずれかであるという形をした分は、丸の内容に関係なく正しい。真理に到達するためには、 知識は確実なものでなければならないが、そのための道具の性能をまず問題にした。彼のこのような着眼点は、現代心理論における記号論理学の発展を準備したものとも言える。ついで、彼は学問を理論、実践、政策に3分した上で、理論学を自然学と、経事情学、実践学を、政治学と、倫理学、政策学を、資学に分類した。 そして、その著書、刑事上学において、刑事上学は存在するものについての第一哲学であり、始まりの原理についての地であるとし、P は Q であるという命題は進化にせかのどちらかであり、U を無、無を U と論争するのが虚偽であり、U をあり、なしを無と論争するのが真であるとした。そこでは、存在者の U、なしという存在論が基礎にあり、これを 論証するという判断が支えている。判断はまであることによって知識となるから、そこでは真理とはーと実在の一致と定義され、心理論と認識論と存在論がロゴスにおいて一体不可分のものとして語られていた。そして彼はプラトンのイデアと区別してエイドスと比例の概念を唱え、その上で世界に正規する現象には行走元と質量元があるとして、 これを分け、前者を、さらに、動力元、目的元に分け、都合4つの原因があるとした。これを4原因説という。例えば、家という存在者の行奏元は、家の形そのものであり、質量元は木、鉄等の材料であり、動力元は大工であり、目的元は住むことである。その上で、存在者を動態的に見たとき、 潜在的には可能であるものが素材としての可能体であり、それとすでに生成したもので思考が具体化した現実体と区別した。例えば、家を作るため大工が木を切り倒して切り出して材木を作っても家はまだ完成しておらず、それは可能体であって現実体ではない。壁や瓦などの材料と組み合わさって家になって初めて現実体となる。 彼は、すべての存在者が可能体から現実体への生成の、うちにあり、すべて現象に四つの原因があるという。すべての現象の目的をたどっていくともうこれ以上、遡ることができない究極の目的が存在する、はずである。それは、すべての存在の動力元であるが、自らは動く必要がなく、自らのことだけを支示すればよく、他のものを支示しない質量を持たない。 純粋競争として最高の現実性を備えたものがあるはずである。これを彼は神と呼んだ。アリストレスの学問体系は、その後、中世のスコラ学に引き継がれ、近代認識論が成立するまでは長らく支持されていたが、その後も現代に至るまで唯物論的見地から主張された模写説、繁栄説や関連論的見地から主張された、 構成説など様々なバリエーションの対応説が主張された。バートランド・ラッセル、ゼンキウィトゲンシュタインも言語論の研究成果を受けて修正されているものの、対応説の一つに数えることができる。アウグスティヌス会議主義との対決、アウグスティヌス・アウグスティヌスは若き日に会議主義の虜りこと、なったが、後に、進学者として宗教的真理を探求した人物である。 彼は、会議主義者に対し、私も疑う。ゆえに私は存在する。私は間違える。ゆえに私は存在するとして、自己の存在の確実性を盾にした上で、神学者として、私は神と自らの魂を認識したいと望む。ここから、真理の探求が始まる。プラトンによれば、この世は、過小の世界であって真は存在しない。しかし、アウグスティノスは、 この点を修正し、世界はロゴス、真理によって創造されたのであるから、存在するものはすべてまである、とする。それは、ヨハネ伝に、すべてのものはロゴスからできたとあるからである。人もこの世界の非造物の一つであり、その限りで、魂は真理とつながっており、魂は真理を認識することができる。そして、魂は、 私という意志であり、存在する実定であり、自立している。それゆえに、魂は探求するが、彼を探求に導く者は愛であり、愛は最後の憩いの場として、万有の根源である神を求める。万有の根源である、神は存在である。神が自己自身を認識することによって、我々の認識が始まる。神は認識の原理であるとともに真理である。 人は真理を認識するためには、感覚に頼るのではなく、理性によらなければならない。創世記には、神は人間を神のに姿として作ったとあり、神に似るのは動物にはない人間のみが有する、理性部分だからである。理性は外に向かうのではなく、内部に向い、それを超えた至福の果てに真理を見る。彼の真理論は、プラトンが真理を神とは、 独立別個のイデアに直結させていたのを修正しつつも大筋においてプラトンの心理論を承継したものと言ってよい。彼の心理論は後にデカルトの会議論の克服に多大な影響を与えた。トマス独断主義との対決、トマス・アクイナス・トマス・アクイナスはアリストテレスのロゴスを中心に認識論、存在論と一体化した心理論とキリスト教的神学を統合した人物であり、 マトワシとト物の一致であるとして、大応説を取る。トマスの生きた時代は、十字軍をきっかけに、アラブ世界との文物を問わない広範な交流が、始まったことにより、東ローマ帝国皇帝、ユスティニアヌスの異教活動禁止のため、一度は途絶した、キリシア哲学の伝統が、アラブ世界から西欧に莫大な勢いで流入し、度重なる禁止令にもかかわらず、 これをとどめることはできなくなっていた。また、同様に、商業が目覚ましい勢いで発展し、都市の繁栄による豊かさの中で、イスラム教徒であるとユダヤ教徒であるとキリスト教徒で、あるとを問わず、大衆が堕落していくという風潮と、これに対する反感が渦巻き、哲学者、アリストテレスの注釈家と呼ばれていた、アビケンナやアベロエストは、キリスト教の真理を弁償する。 ご教家として、理論的に対決する必要に迫られていた。また、トマスは、同様に、アビケブロンのみならず多くのユダヤ人思想家とも、対決をしなければならなかった。異教徒との対決は、会議主義との対決というより、独断主義との対決であった。トマスは、異教徒であった、アリストテレスの心理論を承継しつつも、その上で、 キリスト教神学と調和しがたい部分については新たな考えを付け加えてキリスト教神学の宗教的心理との調和を図ろうとしたのであり、哲学は神学の女であった。アリストテレスはすべての存在者の究極の原因である神は質量を持たない純粋行僧としていた。しかしトマスにとって神は万物の根源であるが純粋行僧ではありえなかった。 旧約聖書のデイジプト記、第3章第14節で神は私はありてあるものであるとの啓示を申せに与えているからである。そこで彼はアリストテレスの存在論に修正を加え存在本質を加えた。またアリストテレスは世界の根源を神と第一質量の人間的に考え世界を始まりと終わりのない永遠なものとしていた。しかしトマスにとって 世界は神によって無から創造されたものであった。そこで彼はアリストテレスが神を自らを指示するのみで他者を認識しないとしていた点を修正し、神は自らと他者をイデアによって認識するとし、世界は第一質量と共に神のみが創造したものとして一元的に把握した。トマスによれば魂は不滅であり、人間は 理性によって永遠不変の神の存在を認識できる。しかし、有限である人間は無限である神の本質を認識することはできず、理性には限界があり、人間が認識できる真理にも限界がある。もっとも、人間は神から温調の光と栄光の光を与えられることによって知性は成長し、神を認識できるようになるが、生きている間は、 温調の光のみ与えられるので、人には信仰、愛、希望の導きが必要になる。人は死して、初めて栄光の光を得て、神の本質を完全に認識するものであり、真の幸福が得られる。デカルト名小説デカルトルネデカルトは、数学、幾何学の研究によって得られた概念は疑えない、名称的なものであり、理性による永遠心理であるとしたが、 このような永遠真理は神によって創造されたのであり、他の非造物と同様神に全面的に依存するとし、そこから欺く神の存在を導き出す。そこから彼は一旦は数学的な永遠真理でさえ疑うという方法的会議論を唱え、ついには肉体を含むすべての外的事物が会議にかけられた後に、 どれだけ疑っても疑い得ないものとして純化された精神だけが残ると主張した。そこから彼は純化された精神に名跡かつ判明に現れるもののみを真理の基準として真理の名称説を提唱した。このようにデカルトに始まる近代的認識論の成立によって存在論と真理論が一旦切り離されて認識論と真理論が直結し、 真理を人間の知性の内部に求める主観主義が成立した。デカルトの名称説は、その後、カントの超越論的哲学を批判的に承継したエトムント・フッサールが取ることになる。フッサールは数学基礎論の研究から始め、事象そのものへ立ち返る現象学を創始したが、デカルトと同じく数学がその哲学の出発点となっている。 フッサールが名称性の基盤について、どのように考えていたのかについては明らかでない点があるとされているが、いわゆる、危機書によれば、それは、生活世界ということになろう。事象に繰り返し立ち返ることによってなされる、生活世界の無限の改定可能性こそフッサールが、示した真理である。ライプニッツとヘーゲル性合説、ライプニッツヘーゲルデカルトと、 同じく大陸合理論に立つライプニッツは、デカルトが名称という心理的なものを、心理の基準としたことに反対し、すべての心理はアプリオリな分析命題であり、分析によって、最終的には、同一律に還元可能であると主張し、心理の基準を無矛盾性という論理的なものに置いた。アリストテレス以来の論理学を重視する、学問体系が、中期プラトンの整合説と結びついた。 整合説は存在者を問題とせず、名称化、論理的整合性化はともかく人間の知性内のものを真理の基準とする点で主観主義である。もっとも整合説は複数の整合的な主張が出てくる可能性を否定できず、プラトンが創始したアカデミアから会議主義が出たように基本的に相対主義的な側面がある。利害対立が錯綜する現代に至ると、 そのような場合、補充的な心理の基準を併用するというアイデアが出てくることになる。それが実用説である。この実用説も主観主義の一つと言って良い。ヘーゲルは永遠で変化しない心理という概念をひっくり返し、真理は弁証法によって発展するものであって、矛盾は真理の対立概念ではなく、かえって真理の発展原因なのであり。 その発展運動の整合的全体こそが真理であるとした。ヘーゲルの整合説はデカルトと同じく認識論を出発点としながらも存在論を含んである。カントは主観、客観の二項対立図式を前提としつつ、現象と物自体を厳密に区別したが、ヘーゲルは弁証法により、 現象の背後にあるもの自体に絶対的精神が到達することを認めた。ヘーゲルの心理論は矛盾を含む人間の性や非合理的で非理性的なものまで理性によって一元化するものであった。ヘーゲルに対する厳しい批判者であったニーチェはさらにもう一度心理という概念をひっくり返すことになる。ニーチェとジェームス有用説ニーチェ・ジェームス・ニーチェはある意味で カントの理論の継承者である。カントは主観、客観の二項対立図式を前提としつつ、現象と物自体を厳密に区別し、ショーペンハウアーは理性によっては認識できない物自体という概念を維持しつつ、現象とは私の表象であり、物自体とはただ一近とする盲目的な意思そのものに他ならないとして理性を批判した。ニーチェはこのような図式を引き継ぎ、 生とは、すべてを我がものとし、支配し、声出て、より強くならんとする権力への意志であるとし、従来の真理の概念をひっくり返し真理は一種の五竜であるとする。ただし、それは、それなしではある、種の生物である人間が生きてはいけないという厳しい、条件のついた五竜であるとして、真理を理性と共に生に従属させ、人の生に有用であるか否かをもって、真理の基準とした。 このように、ニーチェは、大陸合理論における、ヘーゲル批判という文脈で真理の有用説に到達したが、これとは別の経路、つまり、イギリス経験論を鍛え直す形で有用説に、たどり着いたのが、ウィリアム・ジェームズである。プラグマティズムは、論者によって、相当な主張の相違があり、その内容は一様ではないが、概ね経験、科学を重視して、刑事情学に反対し、 キリスト教の伝統にのっとりながらも、進化論を否定しないという重要で、実利的な傾向を持つ。その主張、プラグマティズムにおいて、ジェームズは、愛入れない脆弱型精神と、狂人型精神の2種類の機質から哲学史の思想を区別し、その両者を媒介する思想が必要であり、それがプラグマティズムであるとする。それは、思想の意味を理解するためにはその思想がもたらす。 行動こそが全てであるとし、思想自然を改変するための道具と位置づけ、思想が生存するために必要な実利に合致するならば、それは真理であり、真理の役割とは現実に思考を方向づける過程にあるとする。他方で、彼は厳しい自然の中で人間の生存に不可欠なものとして、慣習的に発展してきた常識を重視し、清潔な改革を今しめる。真理とは、 長い時間をかけて常識によって発展してきた信用制度によって確立されており、信念や思想が反発されない限りはそれは真理として妥当する。ジェームスのプラグマティズムは、愛入れない脆弱型精神と狂人型精神の2種類の機質を区別し、これが媒介する思想が新たに社会を発展させていくという意味で、ヘーゲルの全体的整合説の影響を受けたものであった。 パースとハーバーマス合意説パース・ハーバーマス、チャールズ・サンダース・パースは、カントの純粋理性批判、論理学、記号論から出発し、プラグマティズムを学問における意味を明確にする一、提案と捉え、真理の基準を研究者集団における研究者の意見の一致に求めたのであった。プラグマティズムの名付け親とも言えるパースは、ジェームスらのプラグマティズムのむやみな拡張を批判し、 自身の立場をプラグマティシズムと命名し直したのであった。パースとは異なる経路で合意説に到達したのがドイツの哲学者ユルゲンハーバーマスである。彼はフランクフルト学派の第二世代に属しヘーゲル・マルクス主義と科学の統合を目指す批判理論を承継していたが英米圏の分析哲学の研究成果を取り入れコミュニケーション的展開を果たし討論における合意を 真理の基準とするに至った。パースもハーバーマスも基礎付け主義を批判し、過ビ主義を取る。プラグマティズムのジェームス、ローティも同様である。批判的合理主義のカール・ポッパー、ハンス・アルバートなど他にも過ビ主義を採用する者がいるが、研究や思想が究極的な一致に向けて収束するかについて主張の相違がある。ポッパー、ハーバーマス、パトナムは、 収束を認めるが、ローティ、クーンは、収束を認めないので、相対主義的である。ハイデッカー存在のカイジフスサールは、フレーゲと共に、真理主義を批判し、現象学を提唱した人物である。真理とは、思考的対象が、自体所持において、根源的に与えられていることであるとしていた。アリストテレス以来多くのものがシート実在の一致。 認識と存在の一致など、デカルト的な主観、客観の二項対立図式を前提に対応説を取ってきたが、現象学においてはかかる図式自体が放棄されており、真理は現象学的還元によって与えられるものとなる。彼自身は、真理の基準として名称説を取ったが、彼の弟子のハイデッカーは、現象学を方法論として、存在論に応用することで新たな真理論を、 打ち立てた。マルティン・ハイデッカーは、ニーチェを刑事情学の完成者であるとしてその心理論を批判し、プラトンに始まり現在に至るまで存在者のみに目を奪われ、存在を傍客する存在傍客の歴史に陥っているとした。彼は、まず、存在と時間において、真理の語源ギリシャ語のアレーテイアーに遡って考察し、真理とは隠されたものを戦い奪う、つまり、 隠れなさという意味であるとした。ついで、現象学的解釈学、基礎的存在論を展開し、人間は現存在であると同時に、世界内存在であって、そもそも主観と客観の区別はなく、間世界に存在している。退落して世間に埋没して存在する非本来的な現存在は、世間や自己の味方に執着しているので、 内世界において出会う存在者は非本来的な隠れたあり方をしている。従って、性はニーチェが述べるように人間が認識し得るものではないが、真理は生に従属するだけのものではない。本来的な現存在が自身をこの執着から解放すれば、存在者が全体として自らを、本来のあり方そのままで現れる。これが真理であり、その本質は自由である、とした。 さらに、彼は、ヒューマニズムについてにおいて、言葉こそ存在の家であり、言葉のうちにこそ真理は宿り、存在の明るみが正規する限りにおいて、存在を己を人間に開示する。あらゆる地の根拠である、存在の開示は、生の生成過程における生の自己最下、二重性の現れであり、現存在が脱字的に存在者に身を晒しているときに、真理は体験され、 感じられるのであり、驚き、感動、落類などを伴う、とした。ハイデッカーの議論を踏まえて、西部進むは真理についてこう述べている。探し当てられるべきは実在なのだが、実在は言葉を住みかとし、そして自分という存在はその住みかの番人をしている、ということに過ぎないのだ。言葉が歴史という名の草原を移動しつつ、実在を運んでいると思われるのだが、 自分という存在はその牧者に過ぎない。その万人なり牧者なりの生を通じて徐々に分からされてくるのは実在はそこにあると指示されているにもかかわらず人間に認識されるのを拒絶しているということである。それを無と呼べば人間は実在を求めて自分が無に永遠に回帰するほかないと知る。つまりニーチェの英語回帰である。 それが死という無に関わるものとしての人間にとっての実在の姿なのだ。風光心理、権力ミシェル風光は、哲学の役割は、隠れているものをあらわにするものではなく、今まさに見えているが、あまりにも近くにあるがゆえにかえってその実態が見えなく、なっているものを見えるようにするものであるとして、ニーチェ、系譜学、歴史において、ニーチェの系譜学を批判的に承継し、 今日の現実性の中での真理について探求した。彼によれば、私たちを権力者の支配から自由にしてくれるはずの永遠かつ普遍の真理は、現実には権力と結託してきた共犯者であった。伝統的歴史学は歴史の外に自らの視点を置こうとするが、それは永遠普遍の真理を前提とした刑事上学に他ならないとした上で、刑父学は 自らが視点が歴史の中に埋没する解釈の一つに過ぎないことを認める。そのことによって初めて伝統的な心理概念に引きずられない現実性の心理についての記述が可能になる。経譜学によればある言説が真とされるのはそれが客観的、普遍的にまであるからではなく心理への意志が働いた結果である。 たとえ真理を言ったとしてもその時代の真なるもののうちにいなければその言明は真理とはみなされ得ない。真理を区別するのは真理の意思であるがこれは様々な制度によって強化されているがこれはあまりに近くにあるため我々が気がつかないように巧妙に作用している。そして彼は現代の知識人はもハラアームチェアの上で真理について試作することは 不可能であり、むしろ自らが権力の標的であると同時に、道具でもあるような場所において、権力の様々な形と戦っていくことが必要なのだと述べ、晩年には危険を顧みず、勇気を持って、真理を言うパレーシアの重要性について言及するようになった。フレーゲトラム税真理のデフレ理論フレーゲは、真理術語が有する問題に初めて着目し、 これを定義不能であるとした。フレーゲは現在の分析哲学の基礎を作った人物である。彼は数学、論理学の基礎を生物学的、心理学的な過程に求めようとする心理主義、ことに意味、思想までも表象と捉えることに強く反対し、意味、思想という論理的なものと心理的なものを厳密に区別しようとした。彼によれば、 語は記号である。意味と記号によって表示される。意味は区別されなければならず。伝統的に命題と言われてきた文は意義である。文は客観的な思想を含むが、文の心理値がその文の意味なのだとする。すると、ある文、例えば命題 P は命題、命題 P はまであると同値になる。従って心理の概念は定義不可能になる。彼はこのように、 言語表現の内包が外縁を決定すると考え、心理的なものから論理的なものの領域を守ったのであった。フランク・ラム勢は、フレーゲの論をさらに進めて心理は余分な概念であるとした。明題 P は、明題明題 P はまであると同値になる。それゆえ心理は余分な概念であり、心理術後はいかなる性質も表現していない。対応説や、整合説のように、 心理術後に存在論的、認識論的性質の表現を認める見解は、心理のインフレ理論にあたり、これを認めない見解は、心理のデフレ理論にあたる。心理術後は一定の推論的役割という、下がり続ける、貨幣価値しか有しない。しかし、それは、命題が、真になる条件を明らかにしてくれる。それは、アリスイズ・アライブが真であるのは、 アリスが生きている時であり、かつ、その時だけである。との心理条件を満たすかどうか、によってテストすることができる。心理が心理であると証明することは、ゲーデルの不完全性定理と同じように、証明できないであろうので、これが心理だという完全な証明は、不可能だと思われる。タルスキとポパー心理の意味論意味論的心理概念で、心理論に革命的変化をもたらした。 タルスキー未論的心理概念と科学的実在論を結びつけたポッパー・アルフレッド・タルスキーは形式論理における心理概念において形式言語による心理術語の導入を提案し、それが可能になる言語の条件を研究した。彼によれば、心理概念の定義は従来の対応説的な心理観に反せず、自己言及のパラドックスを避けることができる。 形式的に正しいものでなければならない。そこから彼は、心理概念は文に適用され、特定の言語に相対的に定義され、意味論の基礎になっていることが必要であるとする。アリスイズ・アライブという文について、真偽を考えた場合、従来の対応説的な心理観からは、少なくともアリスが誰かという事実がわからないと、真偽の判断はできないことになろう。しかし、 事実がどうであれ、文が真になる条件を形式的に考えることはできるはずである。それが、アリス・イズ・アライブが真であるのは、アリスが生きている時であり、かつ、その時だけである。というものである。彼は、このような条件を心理条件と呼び、心理条件の記述を、形式の同値と呼んだ。内の文を t 文と呼ぶが、t 文内のアリス・イズ・アライブは、 英語ではなく、日本語である。なぜなら、その文に引き続く、合心であるのは、アリスが生きている時であり、かつ、その時だけである。という文が日本語だからである。このように、心理概念は特定の言語に、相対的に定義されなければならない。T 文内の、アリス・イズ・アライブを、対象言語というが、その文に引き続く、合心であるのは、アリスが生きている時であり、 かつ、その時だけである。は、対象言語ではなく、対象言語の真偽を区別するためのメタ言語である。このように言語とメタ言語を区別することにより、自己研究のパラドックスを避けることができる。真理概念が意味論の基礎になるというのは、以下のようなことである。英語を全く理解しない、日本人が英語を理解する。 日本人にアリスイズアライブの意味を質問する場合を想定すると B はアリスイズアライブが真であるのはアリスが生きている時でありかつその時だけであると答える A はアリスがアリスであり生きているものであることを理解するかもしれないが人間なのか動物なのかを理解しないかもしれないそこで A がアリスイズアニマルと質問すると B は アリス・イズ・アニマルが真であるのは、アリスが動物である時であり、かつ、その時だけである。したがって、アリス・イズ・アニマルは偽である。と答える。そのような問答を続けていけば、B はいつか、アリス・イズ・アライブの意味を特定できるはずである。彼は、このような発想に従って、数学上のやや特殊ないくつかの言語について、その平序文が真になる条件を記載してみせた。 彼のこのような方法は、応用のきく、発展性のあるものだったので、イゴソウル・クリプキ、ドナルド・デイビッドソンらが研究を進めている。カール・ポッパーは、タルスキの心理意味論と科学的実在論を結びつけた。彼は、文については、心理意味論を継承しつつも、ある科学的理論は常に、反証の危険を潜在的に有しており、真理であることを確定することはできないが、 真理に向かっての基準は存在し、その限りで科学的な真理は存在するという。彼は実在論の立場に立ち、実在を我々の認識から独立したものとしつつも、実在を近似的に表現した理論という形での対応は認めることができるとし、開かれた社会における討論によりより優れた理論が出現し、やがて客観的な真実へと向かって収束していくという。 心理論は相対主義的な見方に反論する形で、神の視点からする永遠、不変の真理の概念が生まれたが、近代認識論の成立により、真理を人間の知性の内部に求める主観主義が生まれ、様々なバリエーションに分岐した。科学の飛躍的な発展に伴い、永遠、不変の宗教的真理概念に代わって、客観的な科学的真理概念が生まれたことにより、 現代の心理概念は様々な形で修正を受け、暫定的な心理という意味での相対的な傾向を強めているが、それでも、なお相対主義に陥らない努力が続けられている。そのような状況において、古典的な対応説が見直され、実在論と結びついた形で新たな対応説が復権を遂げているものの、観念論を現代的に修正した反実在論を有力であり、 議論は収束する気配を見せてはいない。関連文献英語、ありがとうございます。